はい、こんにちは、アクアプラスです。今回ですね、こちらアオリイカ刺身にしました。こちらね、早速ね、食べてみたいと思います。今回ね、こちらでね、食べるのはですね、この焼き鳥のタレ、これにわさび、これでね、食べたいと思います。はい、こちらね、焼き鳥のタレにわさび入れてね、食べます。それでわさび入れます。はい、これがですね、甘じょっぱい感じにちょっとね、わさびの辛みが出て美味しいです。ってね、思う方もいると思いますが、ちょっとやってみてください。こんな感じでちょっとね、わさび溶かしてですね、このね、ちょっとドロッとした感じがね、イカの刺身にね、絡みます。それではね、1枚食べてみます。これね、ほんと美味しい。イカの甘みとね、この甘みと焼き鳥のタレの甘みとね、このね、わさびの辛さがね、ちょっとマッチしていい感じで美味しいです。ぜひぜひね、皆さんもね、イカの刺身、アオリじゃなくてもね、いいと思うので、焼き鳥のタレとね、わさびやって食べてみてください。言わせました。今日のお供はこちら、金麦です。